中間大きな打球だ。センター後方ですが足がどうか。入った入りました。スリーランホームラン。細川がセンターの右に打ち込んでいきました。3年連続でスワローズの開幕投手を務めています。続いて高校ホームの一塁側中日ドラゴンズ、1番レフト大島、このベテランの大島が今日からスタメンということになります。2番にセンター三好、3番 DH は新外国人のディカーソン、4番ファースト中田翔、そして5番ライト細川、6番サード石川昂弥もオープン戦今日からということになります。7番セカンドは村松、8番キャッチャー木下拓也、そして9番はショート育成のクリスチャン・ロドリゲスとなっています。先発ピッチャーは根尾昂です。根尾が先発マウンドということで、やはり森さんはこのテーマ曲とともにですね、はい、登場しましたが、やっぱりあのファンの注目テーマがかなり根尾を集めてますね。ですからやっぱりこれまでもね、マウンドに上がった瞬間、名前をコールされた瞬間から、スタンドはね、負けてるゲームでも勝ってるような雰囲気にさせてくれる男ですよね。しかも多分試合が始まっています。まずは145キロの速球でした。ワンストライク。サードの石川昂弥、フェアグラウンドで取っています。ワンアウト取ってワンアウト、バッターは2番の山田です。レフトに上がった大きな打球です。フェンスに当たっている。山田哲人はツーベースヒット。ワンアウトランナー二塁。ボールをそらしました。山田は三塁へ。これ出るのさえるのが一番いいんですけどね。はい。セカンド村松。三塁ランナーは帰りました。スワローズが1回の表1点を先制。ワンナのボールも使いたいとは言ってましたからね。はい。ファーストゴロになりました。中田翔が取って。根尾に渡りました。スリーアウト。1回の表のスワローズの攻撃終了です。山田哲人のツーベースをきっかけに塩見のセカンドゴロ、スワローズが先制点です。大島もオープン戦初登場になります。ショートの長岡、ワンアウト。こればっかりはいい状態で迎えれればいいんですけどね。はい。ワンボールツーストライク。空振り三振。そうです。三振、最後落ちるボールでしょうか。そうですね、多くですね、今のようなボールが手を出してしまうとね、はい、きつくなるんですけども、まあ、好きだけに低めがね、はい、ローボールヒッター。リカーソン空振り三振で3アウトになりました。スワローズ先発の小川、今日はいい立ち上がりになっています。根尾昂、初回はワンアウトから山田にツーベースを打たれて、その後ワイルドピッチと塩見のセカンドゴロで1点を失っています。44-45 でしたからね、前は。でも、今度名古屋に戻ってきて7くらいまで上がってきてますけれども、はい、プレーを取っています。もう一つ、これもカットですか。抜きましたけどね、こんな感じですね。でこうシュート回転しても外に逃げていく感じですから、これはいいんですけどもね、はい、逆に右ですよね。セカンド村松、スラウト。ただ、実績が1だったということでの防御率0点台でした。三振。今のオスナの最後のボールもカットですね、はいはい、このボールでオスナを三振に取って、この回はスワローズ打線を3人で抑えたネオです。
堀さんはどのようにご覧になっていますか。そうですね、沖縄までだともう自分本人のバッティングで、まあ、右に狙ったりバッティング練習ではね、センター返しとかほんでフルスイングしてるここは横ではなく見なかったんですけども、ここら辺に来てやっぱり練習ではねフルスイングするようになってきましたから、はい、あとこの本当にピッチャーが生きたボールはね、ライトへの打球が当たりは良かったんですが、西川が追いついています。ワンアウト。泳がされました。村上の横を抜けていきました。記録はどう、ヒットになりました。のカウントは2エンド2。ランナーがスタートしました。細川が走っていきました。今日はでも立ち上がりからある程度制球も定まってますよね。でもこれはまだってことで、うまく打ったんですがファーストライナーダブルプレーになりました。ボールがちょっとはっきりしてるところがありますけどね。あ、そうですか、はい、西川貴也はファーストライナー、細川戻れずダブルプレー、3アウトになっています。外に外れました。フォアボールです。この回先頭バッターの中村雄平を歩かせてしまったピッチャーの根尾、3ボール1ストライク。ファーストランナースタート。ライトへの打球が伸びていく。細川は取れません。中村は三塁ストップ。長岡ツーベースヒットでノーアウトランナー二塁三塁になりました。空振り三振。これも早いボールでした。そうですね、今度はインコース、先ほどはアウトコースですよね。おっと危ない。三塁ランナーが帰ってきます。ホームインです。かなり抜きましたね今。そうですね、山田哲人の頭の上の方です。空振り三振。最後のボールは森さん、これカットの抜け球ですか。そうですよね、カットの速は出ませんけれどもね、はい、見た目のボールはいいですよ。ボイルにもいいですね。これも見事な速球でした。見逃し三振。頭を一つ叩きながら引き上げてくる根尾ですが、しかしアウト3つは三振でした。ファーストゴロです。待って取ったオスナ、ツーアウト。でもこう打った感じ、感覚は、うん、感触悪くないと思いますよ ね、 ね、まだあのまだちょっと立ち遅れ詰まっているところあるんだと思いますけども、はい、これはやや詰まっていましたが、レフト前。中田翔、今年のオープン戦初ヒットが出ました。森さん、今のバッティングいかがでしょうか。まあ、もう真っ直ぐね、今のはシュート回転で入ってきた。でも先ほどの小川君と違ってスピードボールがちょっと早いんでね、はい、その分ちょっと詰まりましたけども、今回の方が振ってますよね。はい、村上よく取りました。先ほどは村上のちょっとまずいプレーで細川ヒットだったんですが、今度は村上がその分取り返してる感じですね。まあ、先ほどはね、決していい打球じゃなかったけどヒットになりましたけどね、はい、サードライナー3アウト。4回なら終わっています。2対0です。そういうことでね、いいところと悪いところありましたけども、また次にチャンスというのは当然ねあると思いますから。ショートのロドリゲス取れませんでした。打球はセンターに抜けていって記録はヒット。うまく合わせました西川。ファーストランナーはスタートを切っていた長岡、三塁へ。いやー、うまいバッティングでした。そう、そういう体型ですよね。そうですね、もうこれは、はい、ファーストランナースタート投げられません。盗塁成功、ランナー二塁三塁。
ゲッツがないで山田にとってものすごい楽ですよ、ね、山田に引っかかれました。2人目のランナー西川も帰ってきそう。二者生還です。スワローズ山田哲人に点タイムリーヒット4対0。5回の表スワローズは根尾から3連打。バットが抜けてますね、これね、はい、空振り三振です。最後のボールこれもちょっと抜け球ですか。これもカットの抜け球、いいストレートっていう感じですね。はい、赤を交代ですね。大塚コーチも出ました。松並監督ピッチャーの交代を告げています。塩見を三振に奪って浜風91球というところで根尾がマウンドを降ります。橋本際どいところです。ツーボールワンストライク。セカンドの横、ランナーは三塁に向かっています。村上今日もヒットが出ました。うまく合わせました。サンタナライト前、三塁ランナーが帰って、さらにはファーストランナーの村上も三塁まで達しました。サンタナタイムリーヒットでスワローズに5点目が入りました。スタートした逆を突かれている。記録は丸山和也盗塁成功です。センターへの打球です。下がっていく三好。三塁ランナーはタッチアップで、そして二塁ランナーもタッチアップから三塁へ。スワローズ村上がホームに帰りました。これで6点目、6対0です。打ち上げています。ライトフライを細川取って3アウトになりました。6回の表、この回登板の涌井が3人で抑えています。6対0です。ビシエドのバッティングも左に切れていきます。ビシエドも良かった時と比べるとかなり苦しい状態に昨シーズンなどなっていたわけですが、ね、そうなりますこれ練習ではですよ。ですからこの本当に今回ピッチャーの球を打つ試合になってくるとどうなるかというわけですよね。フォアボールを選んだビシエド一塁に歩きます。ノーアウトランナー一塁。そういう変え方してくるんで、1イニングに行けるときに本当に行っとかないと。レフトへ、ポールの左、飛距離がすごい打球でした。そうですね。あ、そうですか、はい、それも失礼しました。空振り三振ということはこれでもう一度打ち上げています。ファーストの宮本、ファールグラウンドで取っています。ツーアウト。山本、ジャイアンツ、タイガースを経て今年からこのドラゴンズです。空振り三振、スリーアウトです。山野の前に先頭ビシエドフォアボールで出ましたが後続はありませんでした。この回もノーアウトのランナー出たんですが、森さん進塁できずに終わりました。ただいま名古屋、ここから開幕に向けて進みますというドアラの一言ですけれども、森さん私の隣でずっとうなずいていらっしゃいますが、いやいや、ただいま、ただいま、ただいま、あ、どっちなのかなというところですか。帰ってきたっていうただいまですよね、これじゃないですかね。そうですね。
ただいま名古屋という感じだと私は受け取ったんですが、セカンドの後方を追いつきました。スリーアウトになっています。8回の表のドラゴンズ、スワローズの攻撃、無得点で終了です。リードしています。今日ドラゴンズの先発マウンドに上がったのはご覧のネオ。ネオは5回を投げ切ることはできませんでしたが、4回と3分の1、その後橋本につないだわけですが、その橋本もネオが残したランナーも返してしまうというところがありました。そして今ストレートのフォアボールでノーアウト1塁。外から入ってくるのは、まあ、反応できると思うんですけどね。空振り三振です。ワンアウト。1番に帰って途中出場の小田、今日の最初のバッターボックスです。セカンドゴロになった。4-6-3、一塁もアウトです。ダブルプレイ。この回も先頭バッター出たんですが、俊足小田も併殺打で3アウト。8回終了、6対0です。入場者27,827人という観衆が入りました。森さん、オープン戦で、オープン戦ですよ、3万人近いわけですからね。そうですね。しょうよ。ここまではまだこう攻撃の方で湧くシーンがなかなかないドラゴンズですけれども、はい、投手陣の方は5人のピッチャーが投げてきました。先発の根尾と2番手の橋本で5回までに6失点だったんですが、その後は涌井、祖父江、フェリスと抑えてきて、この9回は松山ですから入ってきて、そしてこの勝ちパターンで投げるピッチャーになった松山です。素晴らしいボールです。ホークスを戦力外になって、そしてスワローズに入ってきました。ライトへの打球は細川のほぼ正面でした。ショートの横、ロドリゲス、いいプレーでした。3アウト。いや、ここは能力の高さを見せました。そうですね、まあ、今のようなちょっと不安定な送球はできますからね、形的にはね。そうですよね。9回の表は松山がスワローズ打線を3人で抑えています。残ってしまったと言っていいですか。そうですね。ですから先ほど言いましたように、いいものもあるんですよ、その球種によってね、はい、その球種が一つの球種に両方出るわけですよ、はい、まあ、それがちょっと今日は多く見えたということでね、まあ、まだチャンスはあると思いますから、それは当然ね、自分で反省すべきことは反省して、はい、もう一度磨きをかけてほしいですね。ドラゴンズの攻撃、今日3三振の三好、4打席目、結果が欲しいですね。こうやってね、あ、出ました。もらってるわけですからね、はい、まあ、出てよかったですね。三好センター前ヒット、4打席目でヒットが出て4打数1安打。終わってほしいですよね。6回以降、6、7、8、9、4イニングス連続でイニングの先頭バッター出塁です。そしてバッターディカーソンのところでピンチヒッターに中島博之が出てきました。巨人からの移籍になりました、この中島博之、もう41歳。切り札的な期待でしょうか。ピッチャー空襲した。中島がヒットで出塁しました。ピッチャー山野の足に当たったでしょうか。まずならバッティングです。左ピッチャーだし、もうこうやって先ほどのね、入ってくるスライダーに対してはある程度は頭に入ってますからね、はい、初球打ち、打ち上げています。インフィールドフライが宣告されました。ワンアウト。森さん、今のバッティングです。ワンアウト1塁2塁。
番の細川。レフトへのヒットの後、サードライナー村上のファインプレー、その後が三振です。右中間大きな打球だ。センター後方ですが、足がどうか、入った、入りました、スリーランホームラン。細川がセンターの右に打ち込んでいきました。今年のオープン戦の1号ホームラン、細川、いや飛びました。そうですね、センターの間でフェンス前で取られるのかなっていうような感じだったんですけども、はい、まあ力はありますよね。さすがですね、低めですけどね、はい、一番腕が伸びるところで。来週は欧州代表とのゲームがあります。その侍ジャパンのメンバーに選出されている石川昂弥、井端監督はこの石川をファーストで起用したいという話をしています。右方向、フェンスまでは届きませんでした。球それましたが、タッチアウトでゲームセットです。6対3、スワローズがドラゴンズを破りました。4週間後には神宮球場で開幕カードで対戦するこの両チームのオープン戦、6対3でスワローズが勝って、スワローズはこれでオープン戦3戦3勝となりました。ドラゴンズは4試合目のオープン戦で1勝3敗ですが、ただ最後の最後、森さん、スタンドが沸いたらという話でしたけれども、はい、ことがね、ゼロじゃなかったことが一番よくいいですよ、はい、細川のスリーランホームランが9回に飛び出しました。ドラゴンズ6対3でスワローズがドラゴンズを破った今日のゲームでした。